はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、まあ、このガソリン高騰を含めて、物価高っていうのはすごいわけですけども、まあ、この補助金の延長するっていうのは決めまして、まあ、それがね、年末までやるってことらしいんですが、まあ、はっきり言って出口戦略なんてないわけですから、結局、いたちごっこになるのは目に見えてるわけ。ただ、岸田さんね、会見開きまして、え、こちらの記事。 速報、岸田首相内閣改造後に物価高から国民を守る総合経済対策ということで、一応ガソリン補助金は予備費から捻出するってことなんですが、まあ去年もそうだったんですけど、まあ第二次補正予算組むっていうことでどういった流れになっていくのか、ちなみに去年は29兆やったかななんか組んだにもかかわらず、あまりにも使い方がゴミすぎて、ほぼ支援なし。一応現金給付っていうのが、 住民税非課税世帯に3万円だったかなだけあったんですけど、あとはその予備費として置いておくお金として半分以上が持ってかれてるってわけだから、金額は割と良かったのに、こんなにも使い方が悪いんだってことをね、証明したのが去年の第二次補正予算だったんですよ。しかし、この物価高騰っていうのは去年よりも強くなってるわけ。家計負担っていうのも確か去年よりもプラス5万円っていう資産も出てるし、 それこそ実質賃金がね、下がりまくってるわけですから、物価は高くなって手取りは下がって税金持ってかれる額は増えるんやったらさ、そんなもん生活苦しいに決まってるわけですよ。で、それについて、茂木幹事長が確かね、あの、フライング気味に総合経済対策発表するってこと言ってたんですけどえ、岸田首相の方からも発表があったっていうわけなんですが、それやったらインボイス制度をやめるべきやろっていうわけでね、え今回はこちらお話できたらと思います。よろしくお願いいたします。 岸田総理大臣は13日に行う自民党の党役員人事と内閣改造について、11日朝に帰国後、関係者と調整を進めて、早ければ13日に党役員人事と閣僚人事を行うことを考えていると述べた。また、新たな人事体制のもとでの経済対策について、物価高から国民を守り、賃上げと投資の拡大の流れをより強いものとする総合経済対策にしたいと述べた。 また、必要な予算に裏打ちされた思い切った対策とするとして必要な場合補正予算を編成する考えも示した。衆院の解散総選挙については、現時点で申し上げることはないと述べた。G20 の閉幕後、インドで会見したと。まあというわけで、まあとりあえず出たのが総合経済対策実施するっていうことらしいんですが、補正予算を組むっていうわけではないんですね。というかうこの岸田内閣になってからのさ、1年以上で大体のことを予想ついたと思うんですが、 マジでこの人って、そのワードというか、キャッチコピーって言うんですかその文言はさ、割と強いこと言うんやけど、中身がいつもカスなんですよね。例えば今年の年頭に言ったあの異次元の少子化対策それが知らんけど、なんか次元の異なる少子化対策にまた変えてさ、言葉遊びがすごいわけですけど、中身カスだったわけじゃないですか。で、しかもそれをラストチャンスって位置づけてんのに、どないしようもない経済政策や、この国の少子化っていうのは積んだって言ってもいいんですよね。で、今回でも、 で物価だからから国民を守る総合経済対策とか、賃上げと投資の拡大の流れをより強いものにするとかさ、必要な予算に裏打ちされた思い切った対策をするみたいな言葉としては確かにかっこいいんかもしれんけど、どうせ中身貸すやろって思っちゃうんですよね。だって冒頭でも言ったけど、これをするんだったらインボイス制度をやめるべきやもん。要は今のこの物価高騰に対しての経済政策っていうのは、 補助金じゃなくて、減税なわけ。それを国民も、それこそ政治家も言ってるわけやけど、岸田政権だけはやらないわけですよ。それの顕著やったんが、ガソリン価格ですよね。補助金延長するけど、トリガー条項はやりません。この時点で、この岸田さんの言ってるさ、物価高から国民を守る総合経済対策っていうのは嘘なわけよ。必要なうさに裏打ちされた思い切った対策するっていうけども、補助金入れた方が税金投入する額多いねんから、トリガー条項の方が安上がりで効果も高いわけよ。でも、それをしないんですよ。 じゃあ、こんな嘘っぱちやんけ。賃上げと投資の拡大の流れをより強いものとする。じゃあ、消費税をさ、次元的にでもいいから減税配信すれば。そしたらさ、消費が喚起してお金がぐるぐる回り出すねんから、それによって企業の利益が上がるわけじゃないですか。で、その分の税収減るから法人税のさ、減税っていうのを打ち切れば、法人税で持ってかれるぐらいだったら従業員の賃上げにしようかっていう企業があってもおかしくないわけでしょ当然それは企業によると思うよ。法人税増税されたところでさ、 スタッフの給料を上げたくない法人税払う方がマシだっていう企業もあるでしょうからね。でもそれはそういった企業の経営方針なわけやから、そこで勤めてる従業員がまたはどう感じるかっていうだけの話じゃないですか。他にもそうやってさ、需要が喚起することによって、経済成長していくわけやねんから、国内投資拡大の流れに繋がるじゃないですか。じゃあそうすればいいのに、それはしないわけですよ。 だって減税したら買い控えが起きるとか、元に戻すとき大変だからとか言ってね。じゃあこんなもん完全に口ばっかりなわけよ。むしろさ、去年のその第二次補正予算、さっきも言ったけど、総額29兆円出したんですよね。29兆あったら1年間消費税廃止できたんですよ。でもやらなかったんですよ。やったことは住民税非課税世帯に3万円給付して終わり。細かいところちょこちょこって入れたりはしたけども、ほとんど予備費として置いといた。もう意味わからんでしょう。うだから消費税廃止にできるぐらいの予算組んだのにそれしなかったんですよ。 じゃあ、もともとさ、その財政出動したくない、プラス、したところで、センスないのに使い方に。で、それを去年やらかしてる人の内閣で、できるかってできるわけがない。だから、個人的には、この岸田さんの言ってる、物価高から国民を守る総合経済対策の最も有効な手は、解散総選挙でしょ。最低でもこの岸田政権の退陣ですよ。いや、僕はそう思うんですよね。でも、今回またさ、その必要な予算に裏打ちされたとか言ってるわけですけど、それでさ、しょうもないもんに予算つけて、結局後出しじゃんけんで増税するって言い出すんでしょ もう目に見えてるやん。で、結局その負担が増えたことによってさ、少子化さらに加速して、どうせまた来年には、予算の繰り越し金十何兆ありましたみたいなのが出てくるんでしょうね。使途不明金十何兆ありますとかさ。だからさっきも言ったけど、この物価高において、最もね、有効な政策っていうのは減税なわけですよ。でも、それはしない。 もうその時点でさ、総合経済対策どんだけ知恵絞ったって、ろくなもんが出てこないっていうことよ。だって最も効果のあることをせえへんねんから。で、この経済対策について岸田さん発表してるわけやけど、内閣改造後にするって言ってるわけやけど、別に内閣改造後にする必要ってないわけですよ。今すぐすりゃいいやん。いや、こんなもん完全に、あの、内閣改造後のボーナスの支持率狙いでしょで、まあ、この内閣改造についても、まあ、リークされてるところで言ったら、割と留任が多いっていうイメージはあるんですよね。 だから結局そんな見栄えも変わらないような人たちがずっと継続でやっているわけじゃないですか。だからこの短い記事ですら突っ込みどころってかなりあったなっていうふうに思うから、まあそれぐらいこの岸田政権には何の期待もできない。だから解散総選挙をするのが最も経済政策としていいんじゃないかっていうレベル。事実別の記事ではこれ、新たな経済対策でインボイス支援、首相支持、閣僚会議を設置へってことで、 10月に始まるインボイス制度の円滑な導入に向けて閣僚級の会議を設置するとともに、物価高対策で政府・与党が検討している新たな経済対策での支援も含め、必要な政策を行うよう指示したと言ってるんですけど、いや、物価高対策、経済対策を打つのに、なんでインボイス制度の円滑な導入をしようとしてんの言ってる意味、さっぱりわかんないんですけど。 どう考えたって経済とか社会混乱するの目に見えてるわけじゃないですか。だからこんな制度やめるべきやのに、岸田さんのとってんのは混乱するんだったら円滑な導入に向けて会議を設置しようなんですよね。狂ってるなマジでこいつ。言うても、インボイスをめぐっては制度開始で仕事に大きな影響を受ける、零細事業者、フリーランスなどから不安の声が上がっている、首相は制度の周知を進めるとと,ともに、事業者の立場に立って税務執行上、柔軟かつ丁寧に対応していくよう指示したということで、 その柔軟かつ丁寧な対応がないからみんな不安になってるわけですよ。しかもさ、事業者の立場に立ってって言うけども、事業者の立場に立ったらさ、まずこんなもんやめるべきやっていう話じゃないですか。しかもこのインボイス制度反対に関しては、すさまじい量の声も上がってるし、活動も行われてるわけですよ。で、このインボイス制度について、先日ですね、財務省に対してえ、署名36万筆っていうのを提出したっていうね、ニュース出てましたが、 ま、このインボイス制度っていうのが、まあ、いかにヤバいのかっていうのがですね、え、こちらのツイート、小玉さんという方なんですが、声優の海田優子さんがインボイス制度がどれだけヤバいのかを説明しているのを見てほしい。産業の衰退、文化の多様性を損なうだけじゃなく、制度導入で電気代が上がるという全ての人に影響を与える最悪な制度。というわけでこの海田さんの動画一旦ご覧ください。インボイス制度の中止、延期を求める、提言理由。 適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度とは、税率を変更しない消費税の増税である。コロナ禍、戦争、物価高が襲う前の、2016年に取り決められたインボイス制度をゼロゼロ融資の返済が本格化し、倒産件数が増え、実質賃金が15ヶ月連続マイナスとなる今、開始しなければいけない理由はどこにもない。増税分は、免税事業者、課税事業者、消費者の 誰かが負わされることになる。誰かを決めるのは市場の力関係であり、現場の人間の骨の折れる折衝、すなわち取引相手へのお願いである。弱い立場にある免税事業者は課税事業者への転換を迫られ、従った場合には重い納税と事務負担が発生する。免税事業者のままでいた場合、取引からの排除、もしくは値下げを強要される可能性がある。 免税事業者にとっては、どちらを選んでも地獄の選択となるゆえ、インボイスを機に廃業を考えると答えた事業者は、アニメ、漫画といったエンタメ業界で2、3割、建設業界では1割に上った。生み出す商品、サービスのクオリティやスキルの前に、インボイスの有無が取引の線引きになるインボイス制度は、自由な小取引を歪め、新規参入を阻む。 若手の成長や企業を妨げれば産業は衰退し文化の多様性をも損なう。制度開始前からインボイス未登録を理由にした一方的な値下げや取引からの排除も参見されるが、これは独禁法違反にあたる恐れがあると厚生取引委員会は警鐘を鳴らす。しかし実際には切られた理由がわからないまま仕事を失うケースが多い。もともと 発注元に身元が割れることを危惧して、厚生取引委員会へ通報がしにくい、弱い立場にある免税事業者は、ますます声を上げられない状況に追いやられている。加えて、影響を受ける事業者が1000万超えとも言われる中、厚生取引委員会がセーフティーネットとして機能するとは、到底考えられない。実務の現場では、取引相手が免税事業者であるか、課税事業者であるか、本則課税か、 簡易課税制度を使っているかどうかといった、これまでは必要のなかった、極めてプライベートな身長を要するデータの取得管理に追われているが、その作業は一切生産性に寄与しない。制度開始前から過重な事務負担が発生した結果、経理の仕事を離れたいと答えた経理担当者は3割強に上った。また、適格請求書発行事業者公表サイトにおいて、簡単なプログラミングで、 個人事業主の本名といった情報が一括ダウンロードできる脆弱なセキュリティは個人情報保護の観点から逸脱していると言わざるを得ない各業界から反対の声が上がる中開始半年前になって激変緩和措置が講じられたことによりインボイス制度は経過措置や特例だらけのより煩雑なものとなり税の三原則公平中立簡素にも程遠い 唯一の制度導入理由である複数税率のもとでの適正な課税については、立法根拠となる不適正な事例の件数すら政府財務省から提示されず、法案成立から7年経った現在も、道理の通った説明がない。最後に、免税事業者がインボイス反対の声を上げると、脱税、ピンハネといった誹謗中傷を受ける事態が後を絶たない。 しかし財務省は消費税に預かり税はないという見解を国会で示しており、消費税法上も消費税に預かり金や疫税があるとは認めていない。その見解の周知広報を徹底し、免税事業者の尊厳が守られることを強く要請する。我々はフリーランス個人事業主の集まりであるが、インボイス制度は事業規模や業種に関わらず、この国で生きる全ての人に影響するものと考える。 実際、制度導入で電気代が上がることが国会で明らかになっている。現行のインボイス制度には、経済的成長も、事業を継続していける安心感も、個人情報が守られる安全性も、免税事業者への尊厳も欠けている。上記のような理由から、我々は、安心、安全、成長、尊厳のないインボイス制度の実施中止、 最低でも実施の当面延期を強く求める。2023年9月4日、インボイス制度を考えるフリーランスの会。というわけで、この海田さんの説明ね、見てもらいましたが、まあやっぱり声優さんってことでめちゃくちゃ聞き取りやすい声ですよね。で、さらになんかコメントでもちょこちょこいただいたんですが、この海田ダ優子さんっていうのもかなり引っ張りだこの人気声優さんっていうことで、この方々が廃業の危機になってるっていうのがこのインボイス制度であると。っていうことを考えれば、これ経済総合対策、岸田さん発表してるけど、 アニメ産業の衰退っていうだけでものすごい損失起こるんじゃない当然これにはアニメ業界のギャラが安いっていう問題があるんだ。だからインボイスじゃなくてそっちが問題だっていう意見もあるんですが、じゃあインボイス制度を延期すりゃいいやん。アニメ業界のその給料というかギャラその問題が解消してからやりゃいいんじゃないのその今やる必要って一切なくて。 もちろんこれはアニメ業界だけじゃなくて全産業ですよね。要は日本が経済成長して健全な形でインフレがなれば岸田さんの言っていた賃上げっていうのもなるわけよ。そうなれば労働者が消費税払うことが苦にならなくなってくるかもしれへんやそうなってからインボイス制度をやればいややりたいんだったらね。でもこの国はそうじゃない。というかこの政府はそうじゃない。要はアニメ業界潰れるかもしれんけど税収増えんだからその方がいいって考えてるんですよ。やばすぎんほんまに。ねえ、このカ田さんの説明でもありましたけど 免税とか課税かこれ選べるんですが、どっち選んだって地獄なんですよね。で、さらに、仕事を依頼する基準っていうのが、その人の能力じゃなくて、インボイスの有無っていうのが線引きになってしまう。いや、だからもうめちゃくちゃ極論言ったら、優秀な免税事業者じゃなくて、無能な課税事業者を選択する確率が高くなるわけですよ。そうなれやさ、優秀な人材はどうなる海外に流出して終わりですよ、ほんなそれこそ損失でしょ。あとは、その、厚生取引委員会のお話なんかもされてましたが、 ま、おっしゃる通りですよ。厚生取引委員会の見解では、インボイス制度の圧力っていうので、値下げとか要求することはダメだって言ってるんですけど、それは理想としてはそうなのかもしれんけど、現実的にはそんなことにならへんわけ。で、またこの海田さんの説明ですごい面白かったのが、このインボイス制度っていうのはその経理作業がすごい大変なわけですよ。で、それが、一切の生産性に寄与しないわけです。つまり、例えばこれインボイス制度に賛成してるのは、えー、自民、公明、維新なんですけど、この3つにさ、影響力を及ぼしてるのが竹中平蔵さんですよ。 竹中さんって言えば、日本経済が成長するには生産性を上げる以外ないっていう人なんですね。インボイス制度は作業が増えるだけで生産性は一切寄与しないんですよ。じゃあこんな制度無駄じゃないですか。要は維新が大好きな無駄を削減していくべきなんですけども、インボイス制度だけはそれに当てはまらないみたいですね。あとは電気代が上がるっていう話もされてましたから、これはもうなんせ事業者だけの話じゃない。全国民に関係してることだ。 あくまでこれは一例としての電気代って話やけど、そうなったら何でもかんでも物価上がりますよ。そもそもさ、仕入れコストが上がってんだったら、それにさ、インボイス制度ってことでさらに価格転嫁される。やけど、電気代も上がってんだったら、維持費っていう形でさ、さらにコストが価格転嫁されるわけですよ。 じゃあ何でもかんでも値上がりしていくやん。その電気代に関しては先日僕も動画出させていただいたんですが、あくまで資産上行くと電気代の値上がりだって数円程度だっていう意見あるんですね。だからそこまで過剰に反応することかみたいな意見もあるんですが、めちゃくちゃ根眠たいこと言ってんなぁと思って。まずそもそも、なんでその人は電気代が数円上がることが別に嫌じゃないの僕1円でも上がってほしくないですけどね。だってこの値上がり分は増税分やねんから。 だから、物価高みたいに、仕入れコストが高くなって、その分を価格に乗せてるっていうんやったら、しょうがないところもあるんやけど、今回の電気代の値上げの原因は、増税やねんから。だから、言い方変えると、そういう人たちって、増税賛成なんやなと思って、珍しいタイプだなって僕は思うんですよね。で、あくまで資産として58億っていうのは出てるんですが、それはあくまで資産っていうだけで、それ以上増える可能性もあるし、そもそもさ、今電気足りひんって言ってんねんから、 元々の電気料金がバンバン上がってるわけですよ。で、補助金で潤ってるって話もあるけども、じゃあ補助金打ち切るんかっていうこともあるし、そもそもこれを政府主導でやってるってことがおかしなわけよ。え、そう思いませんで、岸田さんの発表は、物価高から国民を守る総合経済対策をする、なんですよ。 だから言ってることとやってる政策が全然違うやんっていうところと、で、こういうのに関しても自己責任だ、稼げないやつがおかしいっていうのもあるけど、違う根本的な制度と政策が間違ってるんだって僕は思いますけどもね。はい。まあでもなんせこの海田優子さんの説明っていうのは、このインボイス制度のやばさっていうのを、 まあすごくわかりやすくまとめられてるな、というふうには思いましたね。はい。逆に言うなら、この説明に対して、岸田さんや鈴木さんが、納得のいく形で反論してみる、というふうには思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。えまたよかったら、チャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。